アンナ・ポリトコフスカヤ、アンナ・ステパノーブナ・ポリトコフスカヤ、ラテン、文字表記の例、1958年8月30日から2006年10月7日は、ロシア人女性のジャーナリスト、ノーバヤ・ガゼータ氏評論員、第二次チェチェン紛争や、ウラジーミル・プーチンに反対し、批判していたことで知られている。ポリトコフスカヤは、チェチェン共和国での取材を行っていた。 彼女は、と同様に、チェチェンに関する書籍を何冊か著述し、国際的に名声ある賞を数多く受賞した。2006年、自宅アパートのエレベーター内で射殺された。1958年、国際連合で外交官を務めていた、ウクライナ人の両親との間にて、アンナ・マゼーパーとして、ニューヨークに生まれる。彼女は、モスクワで育ち、 1980年に、モスクワ大学ジャーナリズム学部を卒業する。彼女の学位論文はの詩についてであった。ポリトコフスカヤは、アメリカ合衆国国民であり、ロシア国民でもあった。大学卒業後の1982年、イズベスチア神に入社し、ボズドゥーシュヌイトランスポルト、航空輸送神、創作団体、エスカルト、出版社、パリテート、 メガロポリスエクスプレス氏の評論員を経て、1994年から1999年の指導の下で、オープシチャヤガゼータ、総合新聞紙の副編集長、同志のチレズビチャイナやプロイスシェイストビア、緊急事態部の部長として1993年まで記者として勤務する。百九十九年六月、ノーバヤガゼータ誌に移り、各衆ごとにノーバヤガゼータ、 オンラインニュース版での寄稿欄を担当していた。同年からチェチェン共和国での取材を開始し、第二次チェチェン戦争の報道にあたる。を含む、プーチン政権、ロシアでの生活、そしてチェチェンについての本を出版し、受賞される。ポリトコフスカヤのチェチェンでの報道は広く認められ、数多くの名声ある賞を受賞している。彼女は、チェチェンの病院と、 難民キャンプを頻繁に訪れ、被災者へのインタビューを行っている。ポリトコフスカヤの記事の多くは、アフマド・カデロフとその次男である、ラムザン・カディロフによるチェチェンでの政治、チェチェンの反乱軍、ロシア軍の軍事力の乱用、チェチェンでの紛争の批判である。彼女は、自分の本の題目として、敷いたげられた人権、チェチェンでの政策の怠慢。 ロシアの北カフカースのチェチェンや連邦当局で誘拐されたり殺されたり拷問にかけられている無実のチェチェン国民の残酷な写真を記録したあるロシア人のチェチェンでの取材から汚れた戦争チェチェンからの配信小さな地獄の窮地を残している彼女の最後の調査の一つにチェチェンの学校の子供たち100人が未知の強い化学薬品のために中毒に陥り 数ヶ月間何もできなくさせられたことを断言ているものがある。ポリトコフスカヤは、ロシア連邦大統領、当時プーチンへの批判と、彼の第二次チェチェン紛争の遂行とを包括した、プチニエス、ルシア、ライフインへ、フェイリングデモクラシーを上司した。彼女はこの本の中で、国内での自由を抑圧し、ソビエト時代の独裁権力を打ち立てた、ロシアの秘密情報機関である。 ロシア連邦保安庁を告発している。しかし、社会はいつまでも無関心であり、チェキストは万弱の権力を持ち、私たちの不安を知り、それによって私たちはますます家畜のように扱われるという、プーチンの政策の責任は私たちにもある。KGB はただ、強気を尊び、弱気を潰す。すべての人々はこのことを知るべきであるとも認めている。また、 私たちは、私たち自身の無知のために死をもたらし、情報が空白であったソビエト時代の地獄に、どんどん回帰している。情報がまだ自由に入手できるインターネットを使おう。もしもあなたが、休息のために、報道記者として働きたいのであれば、プーチンの完全なる奴隷となるだろう。そうでなければ、銃弾で死ぬか、毒殺されるか、裁判で死ぬかたとえ、 プーチンの番犬であっても人々はしばしば私のことをロシア人の強さを信じていない悲観主義者だ。プーチンにどう越した敵意を抱きどうでもいいことを調べているというとも述べている。それ以外にも私は恐れているのかという題名の評論を書き、その終わりを誰もが楽観的な予想から快適さを享受できるならばそうしよう。やり方は簡単だ。 私たちの孫たちを死刑にすることだという言葉で結んでいる。ポリトコフスカヤは2002年10月23日に発生したモスクワ劇場選挙事件や2004年9月1日に発生したベスラン学校選挙事件を含めて人質の解放の交渉を行ったことがある。モスクワ劇場選挙事件ではチェチェン武装勢力からロシア当局との仲介を依頼され、 人質釈放の交渉に当たった。事件後も犠牲者の家族に対する支援に関与した。ベスラン学校選挙事件が発生すると、ポリトコフスカヤは、チェチェン独立派に対する取材のため、ベスランに向かうが、航空機内で意識を失った。彼女は、機内で飲んだ茶に毒を盛られ、そのために意識を失ったとして、これを、ロシア当局による、毒殺未遂と主張している。ただし、 彼女の証言を裏付ける証拠は、現在のところ存在しない。ロシア当局はこれを認めておらず、ロシアのジャーナリスト保護委員会も、病気の原因は特定されていないとしている。ポリトコフスカヤは一時渋滞に陥るが、容態を回復させ、2004年9月13日には、ベスラン学校選挙事件についての記事を執筆している。9月23日には、被害者である自分たちが、 ロシア政府に対してもっと断固とした態度を示していれ、ベスランで再びこのようなことが起こらないようにできたはず、として、モスクワ劇場選挙事件の犠牲者の遺族たちの無念の思いを紹介している。本人によれば、ロシア当局や民族派のテロを恐れたため、ロシア国外で活動を再開していた。2006年10月7日、ポリトコフスカヤは、 モスクワ市内の自宅アパート建物エレベーター内で、射殺隊で発見された。ロシア警察は、事件直後、犯人らしき人物が映っている、防犯カメラの映像を公開するの、積極的に捜査を行い、チェチェン人二人の身柄を拘束。2011年5月31日、ロシア連邦捜査委員会は殺害の実行犯と、見られる。 チェチェン人のルスタム・マフームドフ容疑者の身柄を拘束した、ことをかにした。彼女の殺害に関しては、何かしら、政治的な思惑が働いているのではないかとの見方がある。2011年8月25日、ロシア連邦捜査委員会は、ポリトコフスカヤ殺害を指揮したとして、モスクワ警察の元警視、ドミトリー・パブリュチェンコフを拘束した。同志は、 モスクワ警察第四捜査課長だった2006年に何者かに金をもらい部下にポリトコフスカイアの尾行をさせ犯行グループを集めて消音機付きの拳銃を手配して殺害を実行させたとして2012年に懲役11年の有罪判決を受けている。また2014年5月22日にはルスタム・マフムドフラ実行犯二人に終身刑残り三人に 懲役12から20年の実刑判決が言い渡されている。依然として、ドミトリー・パブリュチェンコフに金を渡したとされる黒幕は明らかになっておらず、ポリトコフスカイアの長男イリアラ遺族や支援者は暗殺を命じた人物を突き止めるヨーロ当局に愛救名を改めて求めている。ロシア国内における彼女の報道姿勢に対する評判はどちらかといえば、 否定的なものが多い。主な理由としては、まず自身の著書において、高い支持率を誇るプーチン政権を徹底的に批判し続け姿勢が、プーチンを支持する一般国民の感情的反発を招いたことが挙げられる。また、プーチン政権と対立していた聖書、ミハイル・ホドルコフスキーとの連帯を表明し、著書の中でホドルコフスキーの所有していたユコス社を ロシアで最もガラス張りの企業と評するなど、露骨に、ホドルコフスキーを称賛したことも、彼女のイメージを傷つける要因となった、一般的に、ロシア国民のホドルコフスキーに対する感情は悪い。また、自らの著書の中で、プーチンを、ロシアの作家、ゴーゴリの作品、街頭に登場する小役人、アカーキーと重ね合わせたり、理由は、自分でもわからないが、とにかく、 プーチンが嫌いと述べるなど、いささか感情的に過ぎるともとられ兼ねない態度をとることもあった。さらに、チェチェン問題では、ポリトコフスカヤ自身は中立を表明しているものの、明確に、チェチェン独立派よりに立った報道姿勢を貫いていた。ベスラン学校選挙事件やカディロフ、大統領暗殺事件など、チェチェン武装勢力側が、 犯行声明を出した事件に対しても、ロシア政府の陰謀であり、チェチェン独立派とは一切無関係と主張してた。このことも彼女の評判を下げる要因の一つとなっている。しかしながら、自身の命の危険にさらされつつも、チェチェン情報を発信し、ロシア国内の人権問題を問い続けた彼女のジャーナリストとしての姿勢は高く評価されている。また、 現在のロシア社会を作り出したのはプーチンだけではなく、ロシア国民自身にも責任はあるとも考えており、プーチンやロシア政府、ロシア軍隊を一方的に非難するのではなく、自分自身も含めたロシア国民への自制を流しても、いる。2000年1月、ロシア金ンンショ賞受賞、ロシア連邦ジャーナリスト連盟の善意の行為善意の心賞、汚職対策の記事に対して、 ジャーナリスト連盟賞、チェチェンの一連の記事に対して、ゾロトイゴングマイ -2000 賞、アムネスティ・インターナショナル、英国支部から、世界人権報道賞、国際ルポルタージュ文学賞、ユリシーズ賞を受けした。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。